2015年7月ドラマ、水曜日夜10時、日本テレビ系列、花咲舞が黙ってない。お言葉を返すようですが、あの痛快ヒロインが帰ってくる。昨年2014年4月クールに放送されて、平均 16.0%、最高は最終回の 18.3% という高視聴率を記録した池井戸潤原作の人気ドラマの第2シリーズ。公式サイトのイントロダクションによると、メガバンク東京第一銀行を舞台に、アン演じる諦めないヒロイン花咲舞と、上川隆也扮する諦めたおじさん相馬健のデコボココンビの活躍を描いた痛快ドラマが装いも新たに再始動。今回も二人が追うのは全国の支店で起きる事件や不祥事の数々。現金紛失、横領、情報漏洩、粉飾決算、計画倒産、そして宿敵新道常務の頭取争い。たった二人の地位も権力もない臨天班が間違っていることを間違っていると言えずに苦しんでいる人たちのために立ち上がり、様々な事件をすっきり解決。ということで、改めてメイン二人のキャラクタープロフィール。まず主人公花咲舞。東京第一銀行本部支店統括部臨天班入行6年目。ベテラン行員の相馬とコンビを組み、支店で起きた問題を解決する臨天の仕事についている。以前は支店勤務で人気のテラー、店頭の窓口係だったが、1年前に現在の職場に異動になった。異動直後は支店のミスをつくような臨天の仕事に疑問を持っていたが、次第にやりがいを見出し始める。一度スイッチが入ると、相手が誰であろうと止められないところがあり、間違っていると言えずに苦しんでいる人たちを見ると、黙っていられない。続いては、相馬健。東京第一銀行本部支店統括部臨天班。一言で言うと、諦めた男。かつては支店で活躍する優秀な融資マンだったが、当時の上司に融資焦げ付きの責任を押し付けられ、地方の支店に飛ばされた。それがきっかけで妻ともうまくいかなくなり離婚した。現在は本部勤務だが、臨天班は誰もやりたがらない官職、完全に出世コースからは外れている。だがそんな相馬のもとに1年前、舞がパートナーとしてやってきたことから状況が一変。根本は熱い男なので、行く先々で舞に振り回されているうちに知らず知らず舞の活躍を陰で支える役回りになっている。で、そんな二人を取り巻くおなじみの登場人物。まず直属の上司、支店統括部次長の柴崎太一に塚地無が、校内の情報通というより噂好きで、人事情報から不祥事の噂まであらゆる情報に精通しているエリートバンカーには似つかわしくない体格で日々校内を駆け回っている。同じく支店統括部長の唐島慎次郎に榎木高明、物腰柔らかな語り口調で校内の人望も厚い。一見デコボコに見える舞と相馬にコンビを組ませた張本人、舞と相馬の活躍を陰で見守る。一方、臨天班の二人を目の敵にする常務取締役の新道武氏には生瀬勝久、入校以来人事部などのエリート畑を歩いてきた出世頭で、1年前は経営企画本部長だったが昇進した。相馬と舞が新道派閥の支店長たちの起こした不祥事を次々と明かしていくにつけ、目障りな存在だと認識している。続いて新道派閥の若手リーダー秘書室次長児玉直樹に河本雅宏、新道を心から尊敬し絶対服従の姿勢を貫いている。相馬の同期行員臨天班の動向を常に見張っている。そして舞の父花咲光三に大杉蓮、門前仲町にある自宅の1階で主公どころ花咲を営んでいる。妻を早くに亡くし、舞を男手一つで育ててきた舞を支える頼れるお父さん。で、その他に新たな主要人物も加わることに。まずは東京第一銀行五反田支店融資課の松木圭介に成宮博樹、入行9年目、入行当時丸の内支店で相馬の部下だった。真面目で心優しい男、舞の仕事ぶりや人柄に触れ、いつしか恋をしてしまう。それから東京第一銀行専務取締役堂島翔吾には石橋亮、いきなり次期頭取争いの有力候補に浮上し、新道と静かなる戦いを繰り広げる。舞と相馬の臨天班にとっては敵となるのか味方となるのか、それはまだ謎である。
で、さらにさらに、毎回のゲスト陣にも芸達者が勢揃い。ほう。ということで、何はともあれ、花咲舞が黙ってない、楽しみにしたいと思いますね。はい。